時刻は4時を回りました。 FM ギノワンを聴きの皆さん、こんにちは。今週もようやく金曜日、これから旅スタグラムという番組をお届けします。この番組はお出かけ情報、そして観光スポットなどをゆるくお届けしていく番組です。明日がお休みの方もそうでない方も、この放送を聞いて週末を楽しく過ごしてください。さて本日も、ようやく金曜日になりまして、明日明後日土日ですが、皆さんどんな予定がありますでしょうか。はい、今回も今週もいろいろなイベントがあると思うんですが、私が気になったイベント、そしてどういうところに行くのかっていう情報をお話をしていきたいと思いますので、皆様も最後までお付き合いお願いします。そしてお聞きの皆様からのメッセージも募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで送ってください。またツイキャスでは、失礼しました、 FM ギノワンでは電波の他にツイキャス、ユーストリームにて動画配信も行っております。生放送の様子がご覧いただけます。ツイキャスはツイッターと連動しておりますので、ぜひツイートしてご参加ください。そしてさらにサイマル放送でもお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオで、全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲してお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。ラジオと全く同じ放送がより綺麗な音質でお楽しみいただけます。さあそれでは早速始めていきたいと思います。この番組は着ぐるみ制作、イベント企画、有限会社モンキースタッフの提供でお送りします。最初に一曲お届けしようと思いますが、お出かけに聞きたいと思った今日のお出かけソングはアンディ・モリでサンライズ&サンセット。今日から全頭エーサーが始まったので、全頭の話とかをしていこうと思います。ご覧の皆さんも今週どこに行くかとか、今週どこに行くか、どういう観光スポット行くよとか、こういうイベントがあるよっていう情報があれば教えてください。ぜひぜひ。
さあ時刻は4時6分を回りました。旅スタグラムお届けしております。今日は私が今週末個人的に行こうかなと思っているイベントとかを紹介したいと思うんですが、なんといっても沖縄では最大と言ってもいいくらいの祭りが今日から開催されますね。沖縄全島エイサー祭り第63回になるそうです。今年はもう今日から始まりまして、で今日8月31日は道樹寧ということで、まあこの道路を規制して、この交通規制とかも行って、大きい国道330沿いというか330を使って道樹寧をどんどん繰り広げていくんですが、なんと FM 小座では明日9月1日土曜日と9月2日日曜日でこの会場から生中継をやるんですね。特番を行いまして、でその特番のスタッフとして私は参加するので、まあもうほぼ1日2日はもうこの全島にの会場にいるっていう形なんですが、でもやっぱり他にもいろんなイベントが各地で開催されるので、そこにも行きたいなっていう気持ちがありまして、なので実は早速明日朝ですね、実は一箇所行こうと思っているところがあります。それが東南植物楽園のレストランピースという中にレストランがあるんですけど、このレストランピースで開催されている台湾朝食フェアみたいなものが今開催されてまして、実は9月30日で終わってしまうんですね。でこの9月30日までの期間の中でも、しかも土日の朝しか営業というかこのフェアを行っていなくて、でこれまで、まあ、やっぱり期間が長いっていうのもあって余裕を超えていかなかったんですけど、いよいよもう9月末ということに、9月いっぱい今月中ということになってしまったので、早く行かなきゃと思って、しかし来週も再来週もこの土日がなかなかちょっと予定が空けられないことになってしまったので、チャンスが今週しかないんですね。でも今週は前頭がある、どうしようと思ったんですが、まあ、前頭の特番は夕方から始まるので、朝早いうちから私は行ってこようと思います。でなんといってもこの台湾朝食フェアのを一番行きたがってたのが私の母で、で前々からいつ行くのって言われてて、でもやっとようやくじゃあ明日行こうということで決めたので、明日は何としても早起きして東南植物楽園まで行ってこようと思います。で一度実は試食会のようなものがあって私も参加させていただいたんですけど、でその時はビュッフェ形式で食べることができたんですね。でいろんなもの品メニューの味をすることができたんですけど、この体に優しいお粥系のものもあれば、なんていうんですか、なんか本当にいろいろな種類があって、この天津もあれば大きい肉まんとかで、この東南植物楽園オリジナルの麺、オリジナルに開発した麺を使ったこの混ぜ麺っていうんですかね、ごまだれのとっても美味しかったんですけどっていうのもあって、でまあ、私は朝がっつり食べれる派なんですけど、多分おそらく朝はあんまり食べれないんだよねっていう方もいると思うんですけど、そういう方とかもぜひ
行ってみたらそういう軽いメニューというかもあるので、もう9月で終わってしまうのでね、ぜひ今のうちに行ってほしいなと思います。なんといっても土日限定なので、まあ、平日にはやってないのでちょっと日にちが限られてしまうとは思うんですけど、はい、ぜひちょっとチェックして行ってみてください。ここで一度 CM 挟んでまたイベント情報をお届けします。健二さんコメントありがとうございます。この後読みますね。さあ時刻は4時13分を回っております。観光スポットそしてイベント情報をお届けする旅スタグラムという番組をお届けしておりますが、ここでコメントが来ておりますので紹介していきたいと思います。大塚健二さん、こんにちは。外仕事今終わり、ツイキャスで見てます。タオル絞ると汗ということで、タオル絞って汗が出る、あ、タオル絞ってたら汗が出るくらい、そんなに汗をかくっていうのは結構すごいですね。大塚健二さん埼玉にいらっしゃるということですが、あ、まあ、今日は千葉なのかな。内地もやっぱり暑いんですかね。沖縄も今日は結構晴れてますけど、そんなに汗をかくほどではない気がします。風も少しあるので、もう熱中症とかまだ注意しなきゃいけない時期なんですかね。で、ここで沖縄県の気になるお天気情報をお届けしていこうと思いますが、沖縄地方、まず明日ですね、明日9月1日土曜日、晴れのち時々曇りということで、降水確率もまあ、1日を通して 10%、20% 前後となっております。よかったですね。2日も晴れ時々曇りということで、そこまで雨は降らなさそうなので、全島エイサー祭りも心配なく楽しめそうですね。今週全島エイサー行くよという方ご安心ください。ただ気温もそこまで、最高が32度とか31度になってまして、最低が25度、26度、だいぶ寒くなります。寒いというか少し涼しいかもしれないですね、むしろ。でしかし、まあ、今また台風21号が来ておりますので、来週1週間はこの台風21号の影響で、湿った空気の影響で曇りの日が多く、雨の降るところがある見込みということです。来週の週末とかちょっと危なさそうですけど、まあ、今週たくさんイベントある中で天気も恵まれそうなので、ぜひぜひ皆さん外に遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。そして私がずっと行きたいなと思っていたイベントがもう一つありまして、
浦添フードパークという、こちらもまたちょっと食べ物のイベントなんですけど、グルメフェスみたいな感じで、でこれが実は台風で2回延期になったイベントなんですね。で台風ことごとく、この7月にもともと開催だったのが台風の影響で延期になり、8月末に行う予定だったのがまた延期になり、で今回9月1日2日なんですが、実はこの延期になった日程も全部私は他のイベントと被ってまして、で今回もちょっと行けなさそうだなと思ってがっくりしてたんですけど、まあ先ほども言ったように全島エイサーの仕事は夕方からで、まあ、集まると集合だとしてもお昼集合とかになるので、ちょっと強行手段で朝ちらっと見に行ったりしたいなっていうのを考えております。でこの浦添フードパークっていうのが多分今年初めての開催で、で、まあ、お子様向けにアクアパークっていうちょっとこの大きいプールみたいな水遊びできるようなイベントも同時開催になっているそうです。なので、まあ、お子様連れで遊びに行くのも全然ぴったりなイベントなんじゃないかなと思います。でこのフードパークの出店者さんもそこまでまだ明らかになってなかったんですが、このポスターにはインスタ映えするメニューがたくさんみたいな感じで書いてあったので、ちょっと若い人にはいいかもしれないですね。このインスタグラマー、インスタでめっちゃ写真上げてる人とか、こういうおしゃれなのとか好きな人とか行ってみたらいい写真が撮れるかもしれないですね。で浦添のもちろん、まあ、お店とかがやっぱり中心になってくると思うので、これを機に浦添のあこんなお店あったんだとかっていうのも知るいい機会になるんじゃないかなと思います。そしてでもともとこれが9月1日2日開催ではなかったんですけれども、この9月1日2日におそらくもともと開催予定だったパンとコーヒーっていうイベントも同じ場所で開催されるそうなんですよ。なんとこれもまあ食べ物になってしまうんですが、いいですよね、パンとコーヒーっていうなんかおしゃれな組み合わせ で私もパンが大好きなので、ちょっとそこでいいパンといいコーヒー探して見つけて、それを食べながら会場にこの仕事に向かうのもありかもしれないなと思っています。さあここでシュプリームさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。マナミンハイサイということ、猿の生首が怖いということで、生首にならないようにこのツイキャスでご覧いただいている方は今猿の頭が私の隣にあるんですが、こちらがこのご協力いただいている有限会社モンキースタッフさんの制作した着ぐるみの頭なんですね。でまあ今後ちょっと体の見栄えよく飾れるように今準備中なんですけれども、今日は少しでも生首感が出ないように下の方に 花びらを撒き散らしています。はい、シュプリームさんもいろんなところにお出かけ行かれると思いますけれども、今週の土日とかでまた本土でもいろんなイベントおそらく開催されると思うんですけど、本土ではどういうイベントがあるのかとか、もしよければ教えていただけたらなと思います。ということでそろそろエンディングも近くなってまいりましたが、皆さんもう少しお時間がありますので、全島エイサーについていろいろ情報を言っていこうかなと思います。残り時間は
前頭A さん、本日8月30日31日金曜日、こちらが6時半から9時まで道ジュネー開催されます。道ジュネーには沖縄市の青年会だけじゃなくて、実は宜野湾市の王者な青年会とかも参加するんですよ。宜野湾市王者な青年会が7時から9時の道ジュネーの中で5番目にあるので、まあ、そのくらいの時間帯でやりますかね。で、この道ジュネーっていうのはやっぱり動いていくので、どんどん、まあ、それについていく感じになると思うんですけど、その別の会場では固定演舞会場というのも設けられてまして、固定演舞なので道ジュネーみたいに動くことがなく見ることができます。大塚健二さんから、何チーム出るんですかっていう質問があるんですけども、本当にたくさんいるんですよね。もう20組とかいるんじゃないですか。この青年会以外にも沖縄市諸見里子ども会とかで、きらぼしエイサー隊、そして沖縄市国際交流協会とかっていうのもあります。で、9月1日の土曜日は沖縄市青年祭りと題して行われます。こちらにも、こちらがコザの運動公園に場所を移して、青年会の皆さんがたくさん演舞を行っていきます。こうやって一堂に集まって見ることってできないと思うので、すごい貴重ですよね。で、またこの綺麗に見える席とかはやっぱチケット販売とかもあるので、すごいですよ。で、ちなみに9月1日土曜日は宜野湾市伊作青年会、こちらが7時25分から7時45分に演舞があります。沖縄市だけではなく、やっぱりこういううるま市とか宜野湾市とか別のところからも参加しているのが面白いですよね。もう本当に沖縄を代表するエイサーのイベントだと思います。9月2日もこちらがもうメインイベントのような感じで全島エイサー祭り行われるんですが、面白いのがうるま市、うるま市からもですし、琉球カジマヤとか、でこちらもまた7時50分から8時10分まで宜野湾市宜野湾区青年会さん出ますね。その他にも読谷村であったり、あとは嘉手納町、金町、本当にいろんなところから参加されます。どうですかね。シュプリームさんから、前頭エイサーの道ジュネーの司会に娘の朝とミムが出ているので応援ゆたしくです。そうなんですね。シュプリームさんの娘さんなんですか。よく最近名前を聞きますよね。ぜひこの FM 小座のイベントというか特番にも飛び入りゲストで参加してほしいくらいですね。もし機会があればブースに立ち寄っていただきたいです。ということで、本日もお送りしてきました旅スタグラム、お別れのお時間となりましたが、娘は冗談やっぱりそうですよね。でもやっぱりぜひぜひ参加してほしいです。はい、ということで、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。来週もまたこの私が行ってきた観光スポット、イベントのお話とか、また来週のイベント情報もお届けしていきたいなと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。この番組は着ぐるみ制作イベント企画、有限会社モンキースタッフさんの提供でお送りしました。お相手は FM 宜野湾のまなみんでした。それではさようなら。